お待たせいたしました。来シーズンからジャイアンツに入団する新入団選手をご紹介します。はじめにこの方に登場いただきましょう。原辰徳監督です。それでは2023年度読売巨人軍新入団選手の登場です。はじめに育成ドラフト選手の登場です。育成9位森本哲星投手、背番号034。強い腕の振りから力のあるストレートを投げ込むサウスポー。身体能力が高く大きな成長を期待できるピッチャーです。市立船橋高校からの入団です。育成8位北村理央選手、背番号027。スイング力がありバットコントロールとスイング軌道が非常に良い。ピッチャーとしても最速は145キロ。身体能力とセンスがあるポテンシャルの高さを兼ね備えた選手です。第一高校からの入団です。育成7位大城源選手、背番号044。身体能力が高く馬力のある選手、広角に飛距離を出すことができる打撃力が魅力の三拍子揃った選手です。 KBC 学園未来高校沖縄からの入団です。育成6位三塚瑠衣選手、背番号031。長打力が魅力、守備範囲は広く肩が強く、スローイングが正確な三拍子揃った将来スラッガーになる期待のできる選手です。桐生第一高校からの入団です。育成5位相澤白斗選手、背番号008。逆方向への打球が強く飛距離を出せることが一番のストロングポイント。守備では強肩を生かした強い送球ができ、安定感のある選手です。桐蔭学園高校からの入団です。育成4位中田歩夢選手、背番号002。小柄ながら肩が強く送球がうまく、守備が落ち着いていてハンドワークが柔らかい。思い切りのいい打撃はコンタクトがうまい、ポテンシャルの高い選手です。東邦技術高校からの入団です。育成3位吉村ユーセフ投手、背番号026。長身で手足が長く、クロステップをして投げ込む変則サウスポー。角度のあるストレートと空振りの取れるスライダーが武器のピッチャーです。明徳義塾高校からの入団です。育成2位田村智樹投手、背番号023。184cmの長身から繰り出される最速150キロのストレートを投げ込み、スライダー、多くの変化球もしっかり操り、どの球種でも三振を奪える将来の先発ピッチャーです。坂田南高校からの入団です。育成1位松井颯哉投手、背番号021。最速154キロを投げる制球が安定したピッチャー、先発中継ぎとこなせる将来有望な選手です。明星大学からの入団です。続いてドラフト指名選手です。ドラフト5位船迫博正投手、背番号58。最速150キロのストレートが持ち味で、曲がりの大きいスライダーを交えて打ち取っていくパワーピッチャー。社会人野球での経験豊富な即戦力右腕です。聖堂運輸からの入団です。ドラフト4位門脇誠選手、背番号35。走攻守高いレベルでこなす期待のショート。打撃と守備は一軍クラスの力があり、常に向上心を持って取り組む姿とチームをまとめるキャプテンシーを併せ持った貴重な選手です。創価大学からの入団です。ドラフト3位田中千春
手、背番号48。189センチの長身から投げ下ろす角度、球威が一番の魅力のピッチャー。フォークに落差があり、奪三振率が高い期待できる選手です。国学院大学からの入団です。ドラフト2位、萩尾雅也選手、背番号12。打撃力がある右のスラッガー。インパクトが強く、逆方向への飛距離は魅力があり、走力もレベルが高く、超攻撃的な選手です。慶応義塾大学からの入団です。ドラフト1位、浅野翔吾選手、背番号51。パワーがあり、広角に長打が打てる選手。肩が強く、脚力もあり、走行手の三拍子が揃ったスター性がある、将来クリーンアップが打てる選手です。高松商業高校からの入団です。それでは原監督、センターへご移動ください。なお田中投手、船橋投手は大会などで欠席です。来シーズン新たに加わる新入団選手です。皆様今一度盛大な拍手をお送りください。さあ、それでは新入団選手に入団にあたっての意気込みを伺っていきましょう。まずはじめに森本選手、お願いします。市立船橋高校から参りました森本哲星です。笑顔をモットーに全力プレーで頑張ります。応援よろしくお願いします。続いて北村選手、お願いします。桐生第一高校から参りました、北村理央です。元気よく明るくプレーしていきたいと思っています。よろしくお願いします。続いて大城選手、お願いします。 KBC 学園未来沖縄から来ました大城源です。早く一軍に上がってキャンプで沖縄に行きたいと思っています。応援よろしくお願いします。続いて三塚選手、お願いします。桐生第一高校から参りました三塚瑠衣です。一日でも早くチームの勝利に貢献できるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。続いて相澤選手、お願いします。桐蔭学園から来ました相澤博人です。少しでも多くファンの皆さんに顔と名前を覚えてもらえるように頑張ります。また読売ジャイアンツが日本一を取れるための戦力になれるよう一生懸命頑張ります。これから応援よろしくお願いします。続いて中田選手、お願いします。青森県の東義塾高校から来ました中田優です。少しでも早く一軍に上がってすごい選手たちとプレーできるように頑張ります。よろしくお願いします。では吉村選手、お願いします。明徳義塾の吉村優生です。早くこの東京ドームで投げれるように頑張ります。よろしくお願いします。続いて田村選手、お願いします。坂田南から参りました田村です。トモキって呼んでください。全力で頑張りますので応援の方よろしくお願いいたします。では松井選手、お願いします。明星大学から参りました松井颯です。一日でも早くこの東京ドームでファンの皆さんの前で投げれるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。それでは門脇選手、お願いします。東京都の創価大学から参りました門脇誠です。
何十年も続けられる強い選手を目指して頑張ります。よろしくお願いします。では続いて萩尾選手お願いします。慶応義塾大学から参りました萩尾雅也です。背番号12というとても若い番号をいただいたので、また12番にいい外野手が来たなと言ってもらえるように1年目からレギュラーを取って笑顔で元気にプレーできるように頑張ります。よろしくお願いします。続いて浅野選手お願いします。高松商業高校から参りました浅野翔吾です。ファンの皆様に愛される選手を目指し、明るく元気にプレーをし、原監督とたくさんのガッツポーズができるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。それでは原監督、新入団選手に激励の言葉をお願いいたします。心強いメンバーが加わりました。水野スカウト部長、スカウトの面々の人たち、何回もミーティングを重ね、そして、素晴らしい選手、今年のドラフトに関しては100点満点です。そういう中で近々未来と言わずにですね、今年の大勢のように一軍でプロ野球選手をバッタバッタと勝ち誇れるような、その選手も出てくると思います。しかし近々未来、ファンの皆様を喜ばし、そして大声援をですねもらえるような選手になるべく、監督としてもそしてコーチスタッフともに努力をしてまいります。選手も夢が一つ叶って、そしてさらに大きな夢を目標に今日から頑張ると思います。応援してあげてください。ありがとうございます。それではここでフォトセッションを行います。